地球防衛軍 4.1 の今回は14回目になります。巨大な兵器が出てくるようなそんなイラストが見えましたが、さてどうなるか。まあそのようですね、巨大なのが見えますが、あとこの飛び回るのは、ジェットウィング、ジェットじゃないんですね、ウィングダイバーですね。なんかずっと以前からジェットジェットを言ってましたが、ジェットではなくウィングダイバーという名前でした。なんでずっとジェットジェット言ってたのか自分でもいまいちよく分かりませんが、で前方に味方部隊が向かってしまっているので今追いかけてますが、あの味方部隊は仲間にできる部隊なのでなんとか追いつきたいんですが、ちょっと移動が早くて自分の指揮下に、あ、今できましたね。さてちょっと回復アイテム取りに行きましょう。もう一部隊ウィングダイバーの方も仲間にできそうな感じでしたので、こちらも行きたいかなと。これは全然このロックオンにものすごく時間かかるミサイルランチャー、やっぱり使い勝手悪いな。弱いのを倒すべきか、それとも巨大兵器を行くべきか、ちょっと巨大兵器優先して倒すようにしましょう。こっち側の部隊も自分の配下にできそうな感じですので、ここら辺接近して、よし、1部隊倒した。今合流したところ、この部隊も合流かな、いや合流はできてないか。よし、今合流できましたね、ウィングダイバーの部隊。これをやると回復アイテム取れば味方も回復できるので、まあ、この点戦いやすくなるのかなと。さーて敵が逃げていくのでなかなか倒せない。これで倒せるか。ミサイルどこ行ったんだ。あ、まだか。これでおー威力はでかい、なのでさすが時間かかろうと狙っていきましょう。うん、これは爽快感はありますね。武器到着までは時間がかかってテンポは悪いですけど、今奥の方の敵に削弾したところ、うん、一撃で倒せる感じなので、ちょっともうアイテム回収のために攻撃はやめましょう。ヘクトル接近、多数です。まだ、あー敵まだ来るのか。フォーリナの戦闘兵器が接近中だ。もうちょっと味方を増やしたいので、この人と合流は、なんで逃げるんだ、おい逃げるな、レンジャー5了解。逃げないでくれ、このリーダー逃げるぞ、自分がリーダーのままでいたいからか。よし、ようやく。さて遠くにいる部隊をロックオン。これは一撃で倒せるのかどうか。
おお、なんか強い攻撃が自分とはまた違う。今一体自分が放った攻撃も着弾と。イエスター、一撃では倒せない感じですね、この自分が放った攻撃だけでは。まあそれでもダメージを与えているので、これで一旦ダメージを与えた後に突進しましょう。アイテム回収に忙しいので、まあ遠くからのんびりとアップと。空爆が開始されます。味方部隊はいい感じに倒してくれてるので、あとはもう接近戦、アイテムも拾いたいので近くで戦って、何の攻撃でどうなってるのか。なんか今すごい全体的に倒した感じ。でもこうなるとアイテム回収だけは忘れずに。4本足の巨大な敵が来るとのことだけど、これは継続して戦うということなのか。ならばその間に回復アイテムじゃない、アーマーと武器だけは。8年前の戦いで破壊に成功している。倒せない相手ではない。あともう一つあれは欲しい。間に合うかダメか。最後取りたかったですが、武器はもうこのままかな。このプロミネンス M1 はダメージ1500でしたが、ちょっと使い勝手悪かったので別のものに、 AI プラズマボンバーロケットランチャーの方に変更しようかなと。これはスティングレイ M2 より使い勝手もしかしたら、あ、いやダメなのか。そっか、1回しか使えないからリロードができない武器なので、じゃあ素直に、まあゴリアス D1 でこの状態でまた次やりたいと思います。では次回もご覧いただけたら幸いです。